ヨンパー、バブロンだよ。突然だけどみんな、僕が去年の年末にハムスターさんの生配信番組アーケードアーカイバーに出た時のダイジェスト動画見てくれた？実はその動画の最後で僕、ゲーム芸人藤田さんと男色 D のさんに初めて会って挨拶したんだけど、ここに来れるんだったらね、このハムスター社に来れるんだったら、はい、うちにも来る？言い方悪いな。行きたい。じゃあ今度ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。来ることが決まりました。行くことが決まりましたというわけで、なんと藤田さんの家に遊びに行くことが決まりました。そして今日が藤田さんの家に遊びに行く約束の日なんだ。ところで藤田さんは知ってる人も多いかもしれないけど、お家にものすごくたくさんのゲームソフトを持ってるすごいゲームコレクターのお笑い芸人さんなんだよ。お家にどのくらいたくさんゲームがあるのかすごく楽しみ。でもダイジェスト動画のコメント欄ではこんなコメントがあったんだけど、バブルン、彼の家には行かないで。もし彼が私のような人だったら、バブルボブルのグッズでいっぱいの本当に不気味な部屋があり、あなたは永久にそのコレクションの一部になるかもしれない。いやー、僕、藤田さんのコレクションにされちゃうのかな。僕一人だと不安だから、富山さんについてきてもらうことにしたよ。富山さん、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ藤田さん家の冒険に出発しましょうか。というわけで藤田さんの家にやってきたよ。なんか普通のアパートみたいだけど、本当にたくさんのゲームソフトがあるのかな。じゃあ早速押してみましょうか。お願いします。藤田さん、どうも、藤田です。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。遊びに来たよ。いや、すげえでっけえっすねこれ。スタジオがあると自分ちでは違いますかね。そうですね、このサイズ感はやっぱり、うちがやっぱ物が多いから、はいはいはい、このでかさはね、やっぱ、まあ、かわいいというか。コミさんスタジオもいろいろ物ありますけど、うちの方がね、やっぱね藤田さん、すいません。あれ？フロントラリー遊んでいいですか？お林さん。なんでお林さんいるんですか？あ、え、え、だって、いつの間に現地集合でしょ？まあまあ、そうそう。現地集合です。来ちゃってましたね。あ、すいません。いや、すごいです、ここ。まず。じゃあ、遊ばせてもらって。あ、そうですね。じゃあ、すいません、ちょっと。フロントラリーやりますか？やってみましょうか、はい。じゃあ、ちょっと、ママ、入りますかね、ちょっと。行ってみましょうか。はい。お邪魔します。多分、無理ですかね。バブルンチャンネル。はい、バブル、ここがねコレクション部屋なんですけど、なんとか入れたよ。黄色をね、僕のイメージカラーをモチーフにしたカラーボックスを、あ、本当だ、全方向に並べ、うわ、うまいや、まあ、メインにあのファミコンがある部屋です、ね、メインがファミコンの部屋。そうですね、まあ、こう色分けしてありますけど、大体この部屋だけでもファミコンで1万本とか。1万。ファミコンってね、1050ぐらいしかないですけどね、まあ、しかちょっとね、サッカー見てるんですけどね、なんかね、はい、同じソフトがめっちゃあるんですよ。さすがだな。鋭い、はい、あの、あそこに超人プロベースボールみたいな箱であって、はい、それだけで3000本あります。3000本桁が違うまあでもコレクターってこうなんですよ、やっぱ、はい、やるよ、コレクションの、コンサートの予備、予備、予備、どこまで予備やねんって感じですよ。これ3000本までいっちゃったんですよ。マジですか。予備で3000本本当に。バブルン、ここファミコン部屋だからファミコンの10号機あるかもよ。10号機ないかな本当にたくさんのゲームソフトがあるね。でしょ。あ、ただね、はい、あのここはサブの部屋なんですよ。サブ、サブ、サブ4番目の部屋で、ね、え、ガチですか。え、4番目4番目で、一番メインの部屋というのは、はい、まあ、一番広いし、はい、ゲームもいっぱいあると。もう僕の原点っていう、原点の部屋が、はい、本数でいうと、まあ、ここが1万本ぐらいで、はいはい、2番目3番目の部屋で1万本、はい、一番メインの部屋で2万本ぐらいで、はい、計4万本ぐらい4万本大体、まあ、お金で言っちゃうと、やらしい話ね、やらしい話、4000万を使ってます4000万ただ、ね、
これは目に見えた数字だけであって目立つわ。その4個の部屋を何十年も借りてるんですよ、はい、ですよね、はい。ということは総額やっぱこのくらい使ってる。うわー1本しかも大きい方の1本。1? マジですか。もしかして1億すごいな。今スイッチで発売中の僕のゲーム2万本近く買えちゃう。それだけたくさんのソフト集めるのすごい大変だったんじゃない？どのくらいかかったの？もちろん当時小学生ぐらいの頃から、はいはい、ですよね、集めていたんですけど、はい、その時はもちろん1本ずつしかかってたので、はい、20歳超えるとね、あ、もうね、社会人になっちゃった瞬間に、ね、クレカ持てるじゃないですか。そうですね。クレカ、そうそう、それだからもう、はい、すっと増えてきましたよね。大人買いだ。まあ期間で言うとどうだろう、今46になるってことですね。ということは38年ぐらい、すごい38年見たら確かタクシーの運転手さんとか出たんです。あ、やってましたね。その期間も買ってたんですか。あ、その時も一応買ってましたね。あ、やっぱ今が一番買ってるかもしれない。今が去年とかね、年間に1000万ぐらいゲーム。1000万、1年で1年ですごすぎる。家賃も払ってあのご飯も食べてあの移動もして洋服も買って光熱費も払ってそれとは別に1000万。そうですね。マジですか。あ、まあ、それ仕事みたいなもんですからね。ある意味ね、開幕すればね、はい、ここで、はい、桁が違う。バブルンチャンネル。実は僕、藤田さんは、レアなソフトもたくさん持ってるらしいって富山さんに聞いてたし、貴重なコレクション見せてもらいたいから、藤田さんと、あるバトルをしたいなと思ってるんだ。じゃあその勝負、バトルを、どういう風にやってきます、バブルン。題してバブルン vs 藤田さん、どっちが高い？レアゲームバトル。僕が持ってきた台東本社に保管されているゲームと藤田さんのお家にあるゲーム、どっちの方がよりレア度が高いか勝負したいと思うよ。藤田さんにはちょっと申し訳ないけど、対象のゲームソフトは台東のゲーム限定で3本勝負でレア度が高い方が勝利だよ。結構縛りありません？対等だね、対等さんだけですよね。判定するんだったらですか。あれ、うん、お願いします。いやいや、じゃあすいません、僕のほうか身内のやつで固めて大丈夫。いや、なんかね、おっと、ちょっとこれすぐ僕責任重大だなと思ってますね。客観的なお林地点でお願いします。お林さんはね、最下限でどうにもなるっていう。まあそうですけど、ちょっといやいや、僕はもうここはもうゲーム好きのね、一プレイヤーユーザーとしてね、はい、その厳しい目で、厳しい目で大丈夫ですので、はいはいはい、分かったんですけど、はい、まあ、せっかくの勝負なら、はい、まあ、何かをかけて、はい、大人ですもんね、お互い10歳だけどね。だから何かかけて、はい、かけた方が、まあ、上げる。おう、もう僕はジャッジする側なので、はい、あの何かけていただこうか構いませんが、僕は公平にやりますので、きちんと、はい、確かに勝負するならそっちの方が燃えるよね。燃える。じゃあもし僕が勝ったら、今絶賛発売中の僕のゲームパズルボブルエブリバブルの宣伝を藤田さんにも協力してもらおうかな。わかりましたけど、はい、協力ね、プロモーションするわけね、はい、僕は負けたらね、はい、負けたら、まあ、よろしくお願いします。僕が勝ったら、はいはいはい、バブル、これなんかいいじゃないですか、この感じ。いやいや、まあ、生き物なのでドラゴンですね。まあまあ生き物ですから。じゃあもし僕が勝ったら、はい、バブルを僕のコレクションとしてここに置いていってもらっていいですか。プロデューサーどうすか。泡入っちゃいますか。いいんですか。あ、いいですいいです。サンダーバブルとか。いいです、大丈夫大丈夫。ファイヤーも入って僕はしっかり面倒見ます。ああ、わかりました。あ、わかりました。まあまあまあ、負けませんからね。いやいや、僕公平にやりますから、僕公平にやりますからね。はい。公平にやった結果、僕が勝ったら置いていくってこと。いや、欲しいわ、これ。僕本当に藤田さんのコレクションにされちゃうの？それだともう冒険に出かけられなくなっちゃうから、絶対にこの勝負勝たなきゃ。バブルンチャンネル第1回バブルンチャンネルレアゲーム3本勝負対決、よろしくお願いします。はい、そういうわけでですね、レイルの方を簡単に説明していきます。台東側、藤田さん側、それぞれがレアなゲームを1本ずつ出していただきます。それをちゃんと僕が客観的に一ユーザーとして判定させていただきます。で、あの判定の仕方なんですけども、いろいろと2人からお話を聞いた後に、台東側だとバブルンを開けます。藤田さん側だと、すいません、黄色のぬいぐるみがないんで今回青で申し訳ないんですけども、はい、こちらの方はひょいっと開けさせていただきます。はい、はい、じゃこういう感じでいきますので、よろしいでしょうか皆様。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは1本目、まずは台東側からお願いいたします。台東側は、はい、無難に、無難に、まず機械買い、あー、かゆい、かゆい、かゆい、
七福神ご利益三福付きファミコン父かいかいお囃子さん、ね、ちょっともう一個レアな、はい、このスタンプが、はいはい、ピンクのバージョンも、眠っておりました。おこっちもあれそれ新品ですか。こっちは若干中が乱れてるんで、はい、一回開けたのかもしれない。なるほど、まあ、こっちは新品です。開けてないですね、はい、確かに緑ばっか見てるだけ、はいはい、紫はいつ売られたの。いやこれ売ったのかどうかサンプルなのかわからないなあ分かんないけど貴重なんだ。今となってはわからない。きっと普通に違いない。まあ2種類あって、はい、まあ、ピンクの方がレアであろうと。はい、わかりました。じゃあそれも判断材をさせていただきます。はいはい、はい、確かにピンクはレアっぽい。これなら勝てそう。じゃあ続きまして高校藤田さんお願いします。僕はね、こちら、はい、同じじゃないですか。同じあではなくこれにしようと思ったんですけどこのスタンプが見つからなくてスタンプがなかったわと。ちょっとね、はい、スーハミのナンバーよりお、はい、はい、キキカイカイ謎の黒マント。うわー、レアモン来た。これマジでいいやこれ。なるほど、ま、でもね、はい、この後入れた方ですごい貴重。そうですよね、うん、あの月のなんでしたっけ、あっちの方ですね。そう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 。いやだからこれちょっとやばいかもしれないですね。あれそういえば機械界のなんか黒マントって最近出ませんでしたっけ。そうですね、黒マントの、スチーム漫画ありますね。すいません、あのあ、はい、ぶっこんじゃいました。はい、すいません、広告になったじゃないですか。ありがとうございます。はい、じゃあそういうわけで1ユーザーとして判断させていただきますね。お願いします。じゃあ対等側の、リアモノのこのディスクシステムの機械界のスタンプバージョン、はい、そちらこちらスーパーファミコンの機械界謎の黒マント判定いきます。やったー。いいですけど、はい、このなんか2個で攻めるみたいなのありなんですかこれ。いやでも片っぽだとしても、はい、ああ片っぽだとしても、まあ、レアですよ。でレアなんで僕あの確かに紫は見ないですもんね、はい、こっちも緑だったもん、はいはい、結構僕もねこの綺麗な大師好きのやつっていうのは本当僕も初めて見たっていうのがありましたので、はい、あ、すいませんが、まあ、紫レアですもんね、はい、紫レアでございますので誠に申し訳ありま温泉でございますけれども1本目は台東でございます。まずは一緒、はい、お願いします。じゃあ第2回戦参ります。第2回戦のお題は今回ちょっと特別ルールとして、はい、バブルボブルでお願いします。バブルボブル、あこれなら勝てる。はい、お願いします。じゃ あのまずはですね富山プロデューサーお願いします。はい、同じくディスクシステムのナンバーからはファミコンディスク版の、はい、バブルボブル来た。これしかも未開封このあ、ね、ポーチのとこにポーチリリダーがポーチですね、はい、なるほどね、素晴らしい、はい、ポーチがついてるとやっぱあれなんですよね。そうなんですよ、ね、これポーチ出して使っちゃうとなくなるんだよね。そうですよね。僕これ買ってこれにいろんなもん入れてあの仕事行ってました一時期。いやこれに入れて仕事は鉛筆とか入れてました本当に。貴重とか、はい、使いやすそうですよね。使いやすいです。これはかなり中からすぐ見えるのでね、はい、いいことですね。これはそうですね、これその鉛筆と入れたやつじゃなく台東が、はい、保管していた、はい、じゃあ本当にじゃあ未使用の本物でございますね。はい、わかりました。未使用のバブルボブルで僕のコレクション入り回避だね。それでは第2回戦高校藤田さんお願いいたします。バブルボブルのお題ですね、はい、お題です。バブルボブルって何すかそれ、マジですか。えこのナンバーよりうーわっ、この3個で、はい、斉藤さん後期出したやつで形状がねすごいレアなんです、ね、そうレアですし、僕これ今3本揃ってるの僕本当に生まれて初めて見ましたこれ。でもダメですよそれは、ちゃんとこの中で1本だけ、はい、じゃあバブルボブルって、はい、うわでもすごいな、さすがですね、お持ちですね。これ全部完品で綺麗で、はい、ハガキとかもついてるんですよ。うわあのなんかピンクの髪がこれだけ特殊なやつって知ってます？え知らないです、知らないです。見ます？えいいんですか？ちょっとお時間大丈夫ですか？バブル大丈夫？大丈夫。あいいそうですよ。マジで見せてくれるんですか？じゃあこれ開けちゃいますか？開けちゃうの？しかこれやばいですよマジで。いやだってバブルボブル2ですよね。めちゃめちゃあのすごいですよ。2っていうだけです、ね。もうレアです。こうなってんじゃないですか？あご飯食べます？もう3杯いけますねこれ。これ多分ね、はいはい、これだけじゃないですかこの、はい。普通あのね取説とアンケートはがきみたいなとかね。でハガキあるんですけど、はい、この中書きってこの3本だけに入ってるような気がするんです。うわーそうですね、後期なので安全に関するさまざまなご注意書きみたいなのを確か入れたんですよ確かこれ。あー、はいはい、まあ、レアですよねこれね、激レアです。これを持ってる人はこのコンディションはなかなかないないと思います。これはやばいですよね、これちょっとね跡がついちゃったりするとこれ結構ねずれてるとねこれグッていっちゃうんですよ、ね、あなるほどなるほど、あすいません、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう、決まりました。しまうことは決まりました、完全に。しまっちゃいましたね。むずいですからね。いや、本当に、並めちゃうとやばいですからね。コレクターの究極奥義だね。はい、いや、これちょっと、判定難しいですよね。難しいですか、判定。いや、本当にこれ僕、ちょっともう、見た瞬間決めちゃいましたけど。そうですかね。はい、じゃあそういうわけでですね。じゃあ2本目でございます。レアゲーム対決2本目。はい。藤田さんの勝ち！やりました！そんなこれは、ね、もちろん両方レアなんですけど、うん、はい、もう比べちゃうとね、いやもうバブルボブル2ですからすごいじゃないですかこれは。そうですね、まあ皆さん楽しんだのはこちらの方かもしれないですけどね、数が出てますね、こっちはもうみんなやってましたもんね。みんなもう2をねちゃんとお持ちで、しかもさっきのあのジェットソンも含めて3本セットでしょ、はいはいはい、
もう見た瞬間にもう僕はもう腰が砕けました。さすがです。というわけで2本目はですね、なんと藤田さんの勝ちということで、はい、1対1ついに最終戦に持ち込みますよ。今度負けたら僕藤田さんのコレクションになっちゃう。どうしよう、次は絶対負けられない。3本目でございます。あ、そうね、はい、いきますよ、はい、じゃあ お題は、はい、お題は何でもいいです、はい、よろしいですか、はい、でも斉藤さんのものです、はい、そこはもちろん、はい、じゃあ巻きます。じゃあ先方富山プロデューサーお願いします。はい、斉藤からはなんと何、はい、精霊伝説ビックルです。うわれや、はい、これね、これはね、もう精霊伝説って呼びましたね、はい、そうですね、はい、精霊じゃないです、精霊じゃないです、精鈴でもない、はい、これ読み方がまず難しい。斉藤の、ね、はい、方で保管しているものはと普段でビニールで包んでないんで、僕すでに出てから閉めちゃってますけど、綺麗じゃないですかそれ。そうですね、はい、まあ普段閉まってあるんで、それ新品ですか。まあ新品でしょうね、はい、まあ広報保管のものなのでございますので、はい、まあ一応当時のサンプル品として1個ずつってことありますから。そうですね、はい、びっくりですよ、はい、最後に持ってきましたね3本目、さすがの隊長社員、はい、レアなものでございますけども、結構やばいですね、はい、ありがとう富山さん、こんなレアなソフト持ってきてくれて、これなら絶対勝てる。藤田さんには申し訳ないけど、僕はこれからも冒険したいんだ、はい、では高校藤田さん、はい、お願いいたします。あのリックルもね、はい、やばいのは分かるんですけど、はい、今の時代ね、このレア度っていうのはやっぱその新品に近い、より近いものの方が、はい、っていうのはあると思うんですよ。どんどん時間が経ってば経つほど劣化しますし、それをいかに綺麗にピン先で残すかが、そこもコレクターの腕の見せ所でございますよね。 それを加味していただきたい。はい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 、何ですか。はい、僕はこちら、ワンパクコックン。これも来たよ。これね、多分見たことないような綺麗さだと思うんですよ、うん、あのね、本当に擦れてないですし、ちょっと触ったりするとあの手垢とかね、残っちゃって、あのつぶつぶつぶって残ったりとか。こちら僕の手垢も、手触っちゃいますけど。うわ、やっちゃった。もう大丈夫ですか。もう本当にこれ分かりますかね、この、はい、この新品感っていうか、あ、本当に綺麗。歯とか折ってなくて、そうそう、ね、ピンシャキピンピンですね、これね。つば飛ばさないでください。擦れてないですね、本当に。そうですね、これ新品でも過言ではないですけど、はい、うわ、ベロも、あ、綺麗に開けられて、さすがです。はい、これも新品じゃないですか。あー、もうビニールもそのまんまだ。で、後ろの方にはがきも入って、はい、という感じなんですよ。うわ、リックルの方はどうかな。あー、どうだ、このまま、あ、開けていいの、それ。いいの、リックル開けちゃうの。うわ、マジかよ。あー、ちょっとやめたほうがいい。まあ、歴代の広報が触ってますからね。そうそうそう、ね、はい、ドキドキする。ここで、ド新品が一本なくなる世の中から。藤田さん、開け方ありますか。あ、でもね、こうグッといかずに、こう横からこ う, う, 横, からこう横か、そう、爪は立てちゃダメですよ、絶対。あと、カッターナイフかなんかあれば入れて、それで入れるのが開けるのが一番です。あ、すごい自信ないんですけど。全然対決のくじ合いじゃないけど、面白いこれ。いた。あ、でもやっぱそれもすごい切れそうな雰囲気出てる。あ、ほら、ちょっとビニールもある。おー、はがきはあります、あります。完全自由。これはちょっと手強いですね。手強いですね。リックルの並品と、はい、こっちのコックンの新品でござったらこっちなんですけど、うん、これどうなのかな、はい、かそれ踏まえて、ね、ですね、わかりました。はい、林さんはゲストである僕を立てるかな。お林さん。お願い。じゃあお時間になりましたので、はい、はい、よろしくお願いします。3本目の対決でございます。判定は藤田さんです。あれ、やりました。そんたくありがとうございます。いやでも真面目な話、ここまで綺麗でちゃんとあの買われた後も、はい、その綺麗な状態で保管されてるのが素晴らしいです。こうやって綺麗に大事に取っていただいちゃってるところがやっぱ素晴らしいなと思いますので、僕はちょっと今回3本目すいません、バブルンパイセン皆さんにあげてました。でもいいですか、バブルもらっちゃって。あ、あ、そっか。すいません、ちょっと忘れてました俺それ。どうしようこれ。え、バブルンいい？やだやだ。もう決まっちゃってるんだ。やった、じゃあ今日から僕のコレクション。あ、じゃあバブルンこれ端にいつも立っといてね。あのバブルンタイムストップ、これどうですか。だってこっちの方がレアだもん。いやこっち、ダメ。あ、わかりました、ちょっとすいません、いいですか。いいですか、はい。いや、これ以上レアなものないでしょ。あのね、じゃあでかいの来たんで、これで許していただけませんか。こっちの方がでかい。いやこれもでかいですから十分。これはちなみに約10年ほど前にちょっとだけ作ったプライズ品なんですよ。レアスね、これ。レアスです、はい、うんうん、こっち持ってるやつよね。レアなんですけど、レアなんですけど、こちらの方があのコレクション的に、あの、なんかあの、あ、確かにね、マシがいいんじゃないかなと僕思いますので、できればあのこちらで許していただけませんか。あー、でもいいですかこれ。あ、どうです。あ、全然両方ダメですね、バブルとこっちと。ああ、それダメ、それダメ。バブルはどうしてもダメだ。パイセンなんで僕らも、はい、あ、バレフン、じゃあ、はい、いいっす、これレアスもね、これもね、できるわけです。これ置いときましょう、ありがとうございます。よかった。
それで2対1で藤田さんの勝利です。バブルは返しちゃいます、リバースです本当に藤田さんのコレクションになっちゃうのかとドキドキしたけど、今日は一緒にバトルしてくれてありがとう。また藤田さんとどこかでコラボできると嬉しいな。またバブルンとかね、バブルバブルの。あ、サンダーバードだ。あ、はい、ちょっと喋ってますから。エレベーターショーに行ってください。あ、そうそうそう。はい、またね、あのバブルバブルのイベントにも僕を呼んでくれれば、ちゃんとね、こう一緒にやっていけるんじゃないかと。本当？相性も良さそうですね。色も近いですね。黄色と緑で。黄色と緑で。ビビットな色で。なんかぜひぜひ呼んでいただければと思いますよ。はい、またこの部屋にも来てください、ぜひ。あ、本当ですか。僕帰らないですよ、はい、ずっと遊んじゃいますよ、本当。お林さん帰ってください。もうダブルはね、いつ来てもいいかな。あ、なるほどね。あ、どうでした、トムさん。そうですね、あの年末のあの明け明かでの共演から、ま、本当に来ることになると思いますよ、ね、よ、そうですね、はい、いいいい、バブルの話に来たがるんで、お招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。そうです。僕の流れに乗ってね、バブルもね、はじけてくれる。はい、そうですね、本当に。あ、僕もじゃあ一言いいですか。はい。いや、そういうわけでね、3本勝負のなんかそのなんかね、ジャッジというすごい大役をやらせていただきまして、うん、まさにですね、レアゲームのフロントラインでしたね、今日ね。最前線。最前線でしたね、本当に。さすがでした。面白かったですね、本当にもう。あ、パックマンがある。それあります。ありがとうございます。というわけで、本当にあの、呼んでいただきありがとうございました。はい、あのね、すごい、藤田さんの愛が伝わってきました。愛がなんかゲームの、あー、そうですね、僕も本当になんか藤田さんを見習って、これからはゲームを大切に綺麗に開けていこうと思っております。そこはなんかね、なんか乱雑に置いてあるようで、はい、実は計算してあるっていうね、ですよ、はい、さらにあのコレクションだけではなく、はい、ゲームもしっかりやってですよ、ね、しっかり上手いんだもん。あ、そうですね、そう、上手いんですよね。上手いんですよ、さすがですよ、はい、もう本当に神様、仏様、藤田様ですね。藤田賞を目指して頑張ります。はい、もちろん明らかにでも頑張るんですね、はい、ランキングでね、はい、はい、本当にありがとうございます、はいはい、僕のね、YouTube チャンネル、ユージャチャンネルのおかげさまで、8万人の登録者、はい、8万人ですか、はい、あ、アーガスがある、いいな、ジャレコさんですね、そうです、はい、すいません、斉藤さんのやつもありますからね、はい、はいはいはい、そちらの方もぜひ見ていただければと思います、はい、またね、コラボとかも、はい、はい、斉藤さんのキャラクターとかね、やりたいです、ね、あ、ですよね、確かに、はい、コレクションにされないなら、また遊びに来たいな、それじゃあまたね。いや、もうバブルンかわいいな、お前いつもね、よし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 よ